ズマチャンネル。こんにちは、ヒグマです。そして新年明けましておめでとうございます。ですが新年早々とんでもない出来事が起きましたね。大きな地震、そして昨日は大きな飛行機事故、とんでもないことが続けざまに起きて、一体今年はどうなるんだろうってもう本当に心配になってしまいますけれども、まあこれ以後はなんとか穏便に平和に大きな災いことがないように祈るばかりです。はい、新年始まって早々の第1回目の動画は、はい、開封動画になります。これこの大きさなのでね、大体皆さん想像つくかなと思いますけれども、帯と思います。今日届いたのは帯の仕立て屋西尾さんから届きました。帯の仕立て屋西尾さんには私直接からは お買い物してないんですよね。っていうことはこれは何か、はい、皆様と一緒に見ていきたいと思います。はい、では開けていきますね。よいしょ。また容量悪くてカッター用意するの忘れちゃった。ちょっと下がった方がいいかな。はい、もう雑に開けていきたいと思います。よいしょ。いい。ガガガガーンと開けて、ちょっとあまりにも雑だけども、まあカッター使うよりあるのかな。ここダンボールになっちゃった。カッター持ってくるか、それとも手で開けられるかな。ちょっと待ってください、カッター持ってきます。なんかカッター見つからなかったのでハサミ持ってきました。まあハサミでもいけるでしょう。はい、こっちも。どうやって開くのかな、なんか不思議。こうか、ここから開けましょう。開いた、はい、開きました。帯の仕立て屋西尾さんからですけれども、なんか読めないなんか読めない英語が書いてあります。っていうことは何かと言いますと、これはパレスチナ刺繍帯なんです。パレスチナ刺繍帯、あの着物サローネで、ね、購入した帯が出来上がってきました。着物サローヌで見た時はもう本当にペラペラの反物だったんですけれども、それをしっかりとした帯に仕立てていただきました。まあ、ちょっとちらっとまずお見せしますね。帯の仕立て屋にしよう。帯の仕立てはお任せください。帯専門の仕立て屋さんみたいですね。こちらはちょっと後でどういったお店なのか調べてみようかな。もしよかったらまた利用しようかなと思います。はーい、出来上がってきましたー。これはね、まあ、クロスステッチなんですよね。まあ、スウェーデン刺繍と同じやり方なんですけども、柄のね、この種類が、あの、この模様が、パレスチナ独特の刺繍なのかなと思います。それではね、これでね、あの、ちょっと別のカメラで詳しくお見せするのと、それから、あの、コーディネートも考えて、できれば試着もしていきたいと思います。それでは、どうぞ。はい、こういった帯になります。お色はね、なんて言うんでしょうか、カーキ色っていうのかモスグリーンっていうのかな、ちょっと渋めの、まあ、うん、いや、あの緑系のお色ですね。でそれに、こういったクロスステッチでこう模様ができています。
てもね、なんていうかシンプルで落ち着いた感じのね柄になります。結構ね、どんな着物でもカジュアルな感じだったらどんな着物でも合いそうだなと思います。で、帯のね幅が今回は、32センチ欲しいんですっていう風にお願いしたんですけれども、ちょっと32センチは取れないということで、31.5 センチで作ってもらいました。まあ、できるだけ帯幅はね広く作っておいた方が、着付けた時に私はこうしっくりくると思っているので、 31.5 センチということで仕立てました。これが前の帯ですね。本当にねシンプルでね、なかなかこういったシンプルなこう帯で、なんて言うんだろう、飾りのないっていうかね、いいんじゃないかなと思います。と言ってもね、よく見ると本当に手の込んだね刺繍ですしね。はい、ですね、このパレスチナ刺繍帯はオリーブグリーン生地で、この生地はシリア産っていうことでしたね。そして刺繍を制作してくれたのはパレスチナ自治区ヨルダン川西岸ラマラのアマリ難民キャンプの女性ということで、そしてこの模様は名前がちゃんとついてるんですね。ビーズと糸杉、差し色が白黄色系の、柄になっています。で、帯の裏地は、まあ、同系色のオリーブグリーンをこれねつけてもらいました。帯のね裏地の方は、裏地は象剣になっていますね。とてもね締めやすそうな帯になっています。で、これをねコーディネートしていきたいと思います。はい、こちらの帯ですね、どういったね着物がいいかなと思って、4つのね着物を選んでみました。まあ、やっぱカジュアルな感じなので紬の方が合うかなと思って紬を3枚、そして、コモンを1枚合わせてみます。まずですね、最初にこういった感じは絶対合うなと思ったのが、こういった茶色のかすりですね。これは琉球かすりですね。色がちょっと久米島っぽい感じですけれども、これは琉球かすりっていうことでした。この柄に、はい、どうですか、ぴったしですよね。はい、ぴったしと思います。もうちょっとこっちかな、よいしょ、はい、ぴったしですよね。これはね、もうとってもいいかなと思います。このパレスチナ刺繍帯とはね、誰も思わないとは思いますけれども、まあこれ刺繍、手の込んだ刺繍の帯だなっていうことはわかるし、まあこれ落ち着いた感じでカジュアルでとても合ってるかなと思います。はい、これが1枚目の着物になります。はい、2枚目をいってみます。2枚目はね、同系色の着物を探してみました。同系色の着物、こちらになります。はい、こちらもね、琉球がすりなんで、わし合いになってるけど、琉球がすりになりますね。この琉球がすりは、この同系色ですね。グリーンのね、はい、いいですよね。同系色コーデっていうのは、なんていうんだか、なんかこう、洋服っぽい、なんかこう、コーディネートっていう感じですよね。こう全体的にこうワントーンっていうか、本当はワントーンっていうのは違うんですけど、まあ同同系色ね、同じような色、これも本当にねおしゃれかなと思いますね。都会的な感じ、色が結構素朴な感じなんですけど、こういった同系色にするとちょっとこう、ちょっと洗練した感じ、なされた感じにも見えるかなと思います。そしてもう一枚は、こちらはね紬なんですけれども、ちょっとね仕立て直しして紙が入ったままでパリパリ言うんですけど、こちらですね、はい、これね紬の、染め紬ですね。色柄がねなんかこう馬に乗った
た、こう、なんて、なんなんだろう、騎馬民族のような感じですよね。ちょっとこう、エキゾチックな感じのある、こういった柄の紬。これね、この、ぴったり一番合うんじゃないかなって、柄的にもそのなんていうか、このパレスチナっていうそのね、ゆえんからもこういったエキゾチックな柄はとっても合うんじゃないかなと思いました。色もぴったりですよね。ここの使っている葉っぱの色なんかがこちらとほとんど同じような感じなので、これはすごくいいと、もうこの帯を買った時からこの着物は頭に浮かんでいましたね。そして最後になるのが小紋ですね。こちら江戸小紋ですね。このね、江戸小紋はね、私買った時こんな着るかなってちょっと思ったんですけれども、これはね、買ってよかった。生地は素晴らしくいいですし、このね、なんていうか、この赤い色って結構難しいですけれども、このね、赤い色がね、とってもね、合うんですよね。なんか合わせやすいんですよ、意外と。あ、ぐしゃぐしゃになっちゃったぐしゃぐしゃになっちゃったけど、まあこんな感じですね。はい、合うでしょね。合うんですよね、これね。この赤い江戸小紋って言ってもね、なんか多色使いでちょっと変わった感じですよね。なんだっけ、なんか人間国宝のなんとかさんとかって書いてあったけども忘れちゃった。これ合いますでしょ。この感じはすごくいいかなと思います。これも間違いない、うん、でどれ着ようかなと思ったんですけれども、今日はね、こちら最初からこれで合わせようかなと思ってたこちらの着物を着てみようかなと思いますですね。こういった感じになりますね。そしたらこれは、ちょっと小物も選んでみたいと思います。こういったね、コーデを考えてみました。帯揚げはこういった感じで、このグリーンとちょっと似たような近い感じのからし色ですね。それにまあ、こうちょうどどっちにも馴染むような感じの色を選びました。帯締めはね、こういったね、赤、こっちの色に合ったものを、これね、くっついてるんですよ、帯留めと帯締めがね。こういった感じのちょっと太いね、合うかなと思ったんですけれども、今回はね、やっぱりあのこちらの、はい、パレスチナのこのね、同じところで買ったね、白蝶貝のこの透かし彫りの帯留めを使ってみようと思います。やっぱこちらとこちらはね、あの同じ場所で作られたものなので、やっぱりこれとこれを合わせる、まずはこれとこれを合わせるのがやっぱり正解かなと思って、これを合わせてこの帯留めに、パレスチナの帯留めとパレスチナの帯を合わせて着てみようかなと思います。うん、すごくいい感じになったんじゃないかな。うん、そう思います。はい、それでは着付けやっていきたいと思います。今日は筒袖の半襦袢に、裾よけは布を腰に巻いただけ、こちら あの四角い布をあの巻いただけの裾よけに関してはこちらの動画をご覧ください。概要欄にも載せてあります。はい、ここから着付けは2倍速で見ていただきたいと思います。この着物はあの仕立て直しをしてるんですけれども、それがね、それからもう5年ぐらい経っているので、またちっちゃくなっちゃってるんですよね。で、見ていただいても分かるように身幅が小さいんですよね。ただもうちょっと着付けを工夫したら、もう少しあのかぶさってるように見えるようにできたかもしれないですね。まあはこれでいいです。はい、それでですね、まあこのお正月休みのことについてでもちょっとお話ししましょうか。今年のね、年末年始はあの次女がね、孫を連れて、12月の23日にやってきたんですよね。
それからずっとあの孫がいて、ご飯もたくさん作らなくちゃならなかった、用意しなくちゃならなかったり、またやっぱりあの孫がね3歳の男の子なのでね、すごいもう本当にねもうアクティブで手がかかるんですよね。その割に弱虫でねすぐ泣くんでね、なかなか大変でした。そして、クリスマスがあって、でお年取りは、今年は、今回は、温泉、定山渓温泉で、主人と主人のお母さんと、主人の弟の家族と、一緒に温泉で2泊3日ですねで過ごしました。まあ、あのまあまあ楽しかったといえば楽しかったんですけれども、あのやっぱりちょっとね、あのお姑さんが元気だって言ってもやっぱり90歳なんでね、足腰がね思ったよりも弱ってたんですよね。それでいつもはあのベッドだったんですけれども、温泉の部屋がね、あのお座敷であの布団引く形だったんですよね。それでなんかちょっとこう立ち上がったりとかするのに大変だったっていうのがあって、そこはちょっと失敗だったかなって思いました。もし今度温泉行くときはベッドの部屋の方がいいだろうなと思いました。はい、でここで帯になってますね。帯はこの刺繍がどこに出るかっていうのがちょっと結構問題なんですけれども、今日やった限りではちょっと柄を左寄りに持ってくるっていうのがまあいいのかなっていう感じでしたね。長さはね十分ありましたね。でとてもね張りがあるので、思ったよりもすごいボリュームの出る帯でしたね。それではここでお太鼓を作っていきますね。帯枕をぐっと上に上げて、ちょうどいい感じの位置に刺繍部分が出たんじゃないかなと思います。まあ、あのお太鼓のね真ん中に来るのがいいかなと思うんですけれども、まあ、真ん中っていうのは難しいのでね、上か下かどっちかにちょっとずれるっていうことになると思うんですけれども、まあずれるとしたらね、私はあの今回のようにちょっと上側にずれた方があのバランスはいいんじゃないかなと思っています。はい、ここで、お太鼓あの垂れの部分ですね、ここ仮紐を当てていますね。そしてお太鼓の形を作って、ここで、段ボール入りのストッキング仮紐をこの下線部分に当てます。はいね、でこの、仮紐は、前で今縛っていますけれども、あの入れた、縛ったまんま帯の中に隠して、外さないで残しておきます。でこれであの帯のね形がね維持できますのでね。はい、今はちょっと出てますけども、帯の中に隠すとねストッキングなのでね、本当にね分からないようにあの隠すことができます。はい、で今回ねその温泉旅行だったんですけれども、帰りですね、あの立体駐車場に車を止めていたんですけれども、あの車に乗ってエンジンをかけようとしたらね、もうバッテリーが上がってエンジンがかからなかったんですよね。そんなんでまああの新年早々ね、あの JAF を呼ぶことになって、 JAF を呼んで、でエンジンをかけたんですけれども、あの立体駐車場だったのでね、あのもう車をいちいちこうガランガランってこう出してもらって、で JAF の人にエンジン
もあの電気こうつないでもらってねやって、まあなかなかこう新年早々めんどくさいことになってしまいました。まあでもまあそんなことはね大したことじゃなくて、まあ新年元旦早々ね大変なねもう地震が起きてしまってね、今もあの住むところも壊れてしまって水や電気も止まってしまってね、本当にねまあ亡くなった方もねたくさんいるようですし、本当神様はねなんてねひどいことをするんだろうってね思いましたね。穏やかなね新年お正月だったはずなんですけれどもね、本当にね、こんなことになるなんて誰も思っていないですものね。帯揚げはあのショート動画にも出したあの私がちょっと考えた方法で今もやっていますね。この方法にしてから幾分あのこうスムーズにできるようになったかなと思います。はい、出来上がりかな。できました。なんか久しぶり、そんなに久しぶりじゃないんだけど、やっぱり1週間着ないと結構なんかこう、感が戻らないっていうか、結構1週間って大きいなって思いました。ほらこのね着物にこの帯すごい合っていますよね。はい、いかがでしょうか。なかなか結構帯になんかこうすごいボリュームがボリュームが出た。まあいいか、これはこれでいいんじゃないかなと思います。お太鼓なんだけどなんかすごい今日この帯がすごい張りがあるのかな。でもこれはこれでいいですよね。この大きいお尻が大きいからこのぐらいのボリュームがあって全然いいような気がしますね。ちょっと全体像も見てください。はい、いかがだったでしょうか。今日はこのパレスチナ刺繍帯の開封とコーディネート、そして着付けもやってみました。はい、いかがでしょうか。はい、なかなかいいんじゃないでしょうか。いつも同じこと言ってますけれども、本当にもう着物は何でもいいですよね。はい、結局あの新春1回目はこの着物、あの今年初めて着た着物はこれになりました。思ったよりもね、なんていうか落ち着いた感じだけれども意外と華やかさもあっていいんじゃないでしょうか。お太鼓がねすごくねバリッとできるんですよね。こうしっかりめの結構大きいあのしっかりめのあのお太鼓になって私の好きな感じに仕上がりました。とても良かったと思います。今日の動画はこれでおしまいです。また次の動画でお会いいたしましょう。それではさようなら。